ソナティナ、日本語ではソナチネと呼ばれることが多いですが、これ本来はですね、小さいソナタというぐらいの意味合いなんですが、ピアノの世界ではソナチネというと、ソナチネアルバムという有名な教本がありまして、これは古典派のソナタに入る前に勉強しておくべき小さいソナタ群みたいなものが集められているわけです。で、このソナチネアルバムの作曲家としては、例えばクーラウとかディアベッリとかいう人たちがいるんですが、この人たちはですね、世代的にはロマン派の作曲家なんですよね。ところが楽曲の、まあ、教育内容っていうのがその古典派ソナタのマスターっていうことにあるので、古典派風の作風にしてあるんです。言ってみれば、古典派コスプレをしているわけなんですよね。で、今日演奏する安倍孔明という作曲家のこの子供のためのソナチネというのも、やはりこの古典派コスプレ感がちょっと漂っているんですけれども、ただね、現代の作曲家が古典派のふりをすると、いろいろと奇妙なところがありまして、その奇妙さというのがこの曲の聴きどころなのではないかなと思います。第一楽章だけ抜粋でお聞きいただきましたけれども、この子供のためのソナチネですね、3曲ありまして、いずれも1972年に作曲されたようです。で、この安倍孔明さんという人は1911年生まれということなので、還暦を過ぎた頃の作品ということになりますけれども、この3曲ですね、全音ピアノピースに1曲ずつこう並べて、収録されておりまして、今日から3日間ですね、3曲連続で安倍孔明のこのソナチネ聴いていきたいと思っております。また作曲家のお話などもおいおいしていければと思っておりますので、ぜひお楽しみに。